米パラマウントグローバル以下パラマウントのプレミアムサブスクリプション型ストリーミングサービスパラマウントプラスが12月1日から日本でのサービスを開始することが発表された。株式会社ワウワウのワウワウオンデマンド及びコム株式会社の J コムストリーム10月4日サービス開始にてそれぞれ提供される。 カラマウントプラスは世界的に急成長を遂げているプレミアムサービスの一つで世界45カ国で事業展開しており加入者数は6100万人を超えている日本でのサービス開始は2022年6月の韓国に続きアジアで2番目となる日本国内でのサービス開始により日本のユーザーは CBS ショータイム、R、パラマウントピクチャーズ、MTVE、ニコロデオン、コメディセントラル、ミラマックスなどの世界有数のブランドや制作スタジオのオリジナルシリーズ、ヒット番組、人気映画が視聴できる。映画では、トップガンやミッション、インポッシブル、フランチャイズ、トランスフォーマー、フランチャイズ、ローマの休日、 といったカラマウントピクチャーズが持つ大ヒット作や名作を順次配信。海外ドラマでは、シルベスター・スタローン主演のクライムドラマ、タルサキングをはじめとする、カラマウントプラスのオリジナル作品などのほかウシス・ CSI といった CBS ネットワークの大ヒットドラマや、デクスター・レードの番などショータイム、R。 で話題となったドラマ作品を配信。アニメでは、スポンジボブ、パウパトロール、カンフーパンダザシリーズ、ザペンギンズ・フロム・マダガスカルといったファミリーで楽しめるアニメ作品から、サウスパークといったエッジの効いた作品まで幅広いラインナップ。その他、全米大ヒットリアリティショー、ドキュメンタリーシリーズのほか MTV のライブコンテンツも配信予定。